可能表現、可能の接字と動詞の結合、死音動詞と母音動詞は、それぞれ基本形語化プラスれる、語化プラスられるとなります。したがって、書くと食べるは、書ける、食べられるで、書ける、食べられるとなります。 まず次のような問題を考えてみましょう。1、可能の形として正しいものを選びなさい。いくつでもよろしいです。切れる、起きれる、かけれる、塗られる、借りれる、遊べる、走れる、死ねる。2、 見えるや聞こえるは可能形ですか三、3. 次の太字部分で用法の異なるものを一つ選びなさい。原稿が全部書けた。ボタンが取れた。格安航空券が買えた。生まれて初めて泳げた。一、 可能の意味を表す節字ら、れ、るは動態動詞について状態動詞を作ります。例えば、太郎は花子に会うが動作の表現であるのに対して、太郎は花子に会えるは状態の表現です。状態述語の対象は画角で表されるために、 他動詞からの可能表現は、人、に、また、が、プラス対象、が、プラス動詞の可能形の構文を取ることができます。例えば、例31。私に何が書けるだろうか ?32。3人の中で誰が一番上手にピアノが弾けますか 2. 多動詞からの可能表現の場合、先ほど述べたように、対象は画角で表すことができますが、それに加えて、元の多動詞の画をそのまま受け付いて、人がプラス対象をプラス動詞の可能形の構文を用いることもできます。例えば、 三十三今度の大会で新記録が出せますかまた、今度の大会で新記録を出せますか三十四誰が新記録が出せると思いますかまた、誰が新記録を出せると思いますか設備時 体を持つ願望の表現においても、対象は画角と音角の両方で表すことができます。例えば、ビールが飲みたい。また、ビールを飲みたい。3. 可能の意味には、能力の可能と状況の可能があります。 能力の可能とは、人が持っている行為の能力のことです。状況の可能とは、ある状況における行為の可能性のことです。例えば、35。太郎は100メートルぐらい泳げる。この場合では、太郎の能力を表します。36。 10時になりましたから、もう泳げます。この場合では、動詞の可能形は可能な状況を表します。可能を表す形式は、術語が他形になると、事態の実現を表すことができます。従って、次の例、いは過去の時点で、 500メートル泳ぐ能力を持っていたという意味と、ある時点で実際に500メートル泳いだという意味の二通りの解釈が可能です。例。太郎は500メートルも泳げた。太郎氏からの可能表現には、対象の属性、つまり性質や 特徴を表すものもあります。例えば、例37この魚は刺身では食べられない。38あの人は信頼できる術後の可能性が一人でにある状態になるという自発の意味を表すことがあります。 次の例、いは自動詞の可能形の例ですが、ろは他動詞の可能形の例です。例、こういう場面を見ると、一人でに泣けてくる。この本はよく売れている。四、可能の意味は、〜何々ことができるという慣用句によっても表されます。 この場合、格の用い方は元の動詞の場合と同じです。例えば、例39。太郎はピアノを上手に弾くことができます。40。今、中に入ることができますか